ございます。ダイスチャンネルダイスです。今回はリネージュ2レボリューションやっていきましょう。決命にアジトができました。ダイス、はい、ということで今回はアジトご案内と、私もまだどんな感じなのかを探索をしてないので何があるのか見ていこうと思います。あとは新しく解放されたダンジョンも出てきたので、そちらに向かおうと思います。現在戦闘力が 57,905 になりました。まだまだ弱いんですが、今つけている装備はナイトメアのシリーズに変わってきてるんですが、まだマックスまで行ってないんですよね。素材を集めてマックスまで装備を整えて、いろんなクエストにも行きたいと思います。あとレベルが35にならなくてメインがまだ進んでません。ちょっとずつデイリークエストとかウィークリークエストもやってるんですけど、サブクエとかもねやりながら調整していこうと思います。はい、ということでアジト一番最初に到着した時にクリスタルがあって、なんか初めて見た時涼しげな風が出てると思って触れるって分かんなかったんですよね。で触ってみたところ、約束のクリスタルっていうもので、今はまだレベル1なんですけど、アジトレベルもこれで上げられるので、アジトのレベルも上げていきたいです。とですね、結構広くて地図を見てみるとこんな感じで奥の方まで建物があるんですよね。今いるところが広場なんですけど、私この周りしかまだ行ったことがないんで、今日は奥まで向かって見ていこうと思います。え、管理人さんがいる。クエスト管理人ロイドさんとメイドさん、メイドさんはね結構ね歩いてたりするんですよね。あとは後ろが本棚になってる。え、本がでかい。本でっかくない？え、顔以上ある。これ広げたらめっちゃでっかいんだろうな。ここが端っこで、あ、メイドさん動いてる。あと逆サイドはフェルネルさんがいる。クエストでね、メインクエスト進めていくとフェルネルさんとか、あ、ニエちゃんもいるんだね、出会ったりするんだけど。あれ、暖炉に名前がある。暖炉何かで使うのかな。まだちょっと使ったことないけど、なぜか暖炉にも暖炉と書いてありました。ちょっと驚いたよ。あとこっちは扉閉まってる。これでも行けるようになるのかもしれないですね。この後アジトレベルが上がったらいけるのかな。どんどん大きくなった時が楽しみです。で、決命さん以外でもアジトには訪問ができるので、もしよかったら皆さんぜひ遊びに来てください。もうね、生放送とかしてる時とかはアジト集合とかっていう感じで進めたりとか、私もここすごい綺麗で好きなとこなので、よく遊びに来たりしてます。出会った時にはよろしくお願いします。あ、すごい噴水とかもある。百合の花かな。明るいとこだね。皆さんのご訪問お待ちしてます。じゃ早速ダンジョン行きたいと思います。今回行くダンジョンは新しく解放されたアデナダンジョン。で、アデナって結構いろいろ私も使っていて、いつも少なくなっちゃうんですよね。なんかいろいろ買っちゃったりとか、あとは装備の強化とか、消耗品を買ったりしてしまってるので、かなり今回のアデナダンジョンでどれぐらいゲットできるのかっていうのを楽しみにしてました。で、スキルなんですけど、まだ必要レベル36まで達してなくてレベル1のままです。二次転職の後に新しくもらったスキルで3つつけてるんですけど、今ソニックストームをつけていて、ソニックストームじゃなくて今回ソニックブラスターをつけて試してみたいと思います。遠くの敵にダメージを与えるっていう方で試してみます。まだねこっち使ったことがなかったんですよね。なんて言いながらアテナダンジョン初めて行くけど、新しく付け替えてよかったのかな。アテナダンジョンはイージーノーマルハードになっています。
エルモアデンの皇帝シュナイマンが強欲の塔を建てるための黄金を保管した塔、シュナイマンの死後に忘れられ、現在はゴールドドラゴンクリソスの住処になりました。出現モンスターはゴールドドラゴンクリソス、大量のアデナと、フィーバータイム中のアデナは 1.5 倍獲得っていうことなので、フィーバーになってくれるとすごい嬉しいですよね。アデナダンジョンを守るのはクリソス、これ一体なのかちょっと分かんないので、行った時にあのマップとかも確認してみようと思います。楽しみ。新しいとこ行くとドキドキするんですよね。累計獲得アデナ最大コンボ、コンボ達成の追加報酬、どっちでもアデナができる。マップはすっごいシンプルになってますね。一箇所だけ、今いるところとその先に丸い部分だけなのかな。すっごいなんか、あ、お宝めっちゃいっぱいあるけど、これが取れないよね。うん、でか、これがゴールドドラゴン、でっかいね。え、勝てるのかな。あとオートでやろうか手動で戦おうか、すごい迷ってきてるんですけど、え、皆さんだったらどっちでやるんだろう。え、待って、あの制限時間がある。え、今気づいた。とりあえずオートで始めないと、もうなんか時間がない。3分ぐらいだったんだと思います。見てなかった見てなかった。ゆっくりしてたら30秒無駄にした感じだ。クリソス、エリートの竜族になってます。20万 HP だね。範囲が広い攻撃、ちょっと避けないと。今ね、手動に変えちゃいました。どうしようどうしよう。特にレベルは書いてないんだね。なんか尻尾のところの黒い点々がすごい気になるえ、これ何何何何何何、あ、転んだ。え、今の縦のやつも転ぶんだ。急に気にしないと気をつけなきゃ。一瞬動きが止まっちゃいますもんね。どうしよう。あ、飛んでる飛んでる。いろいろ使いながらやります。え、これオートと手動どっちがいいんだろう。まず1分30秒になっちゃう。え、まだまだ足りてないよ。半分までいってないよ。どうしよう。やばい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 。避けるけど、これここってパーティーも組めるんですかね。一応なんかパーティー検索っていうのにあのプラスは出てるけど、一人で来るとこなのかな。いやー危ない、やばい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 これ倒さなかったら報酬がないのかな。全くそのあたりも初なのでなんともなんですけど、あの頑張って倒そうと思います。あと1分、やばい。この攻撃さえ避けてしまえば転ぶことはないのと、これさっき出てきたのがパッチリンかな。パッチリン、パッチリン、クリソスの召喚獣、召喚獣持ってるんだ、するんだ召喚。地味にこう周りのちっちゃい子が痛いんだけど痛いんですけど、そんなこと言ってる間に30秒になっちゃった。あと7万いけるのかな。ちょっとあの周りの子を無視していきます。あー、転んじゃった。時間がないのにやばい、まずい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 。どうしよう。あと5秒と3秒3秒、終わったらすぐ使う。よし、押した。え、待って、このスキルはレアスキルを習得すると使用できます。まずい、焦って変なの倒しちゃった。関係なかった必要じゃないところ持ってしまってる。どこ押したか覚えてないです。やばい、 あと5秒4321。あ、終わんない。あれでもクリアになってる。25ポイント獲得、ダンジョンクリアはできました。 SS、 あ、落ち込んでる。報酬は5万50アデナ、これ多分少ないんだと思います。あー、一番最初地図とかうんぬんとか見てる場合じゃなかったですよね。30秒あったらいけたかもしれないのに、やってしまった。そうそう、入賞回数が1回っていう風に決まってるので、今日はもういけないいけないよ。もう次回行くときはもうオートにしてさっと最初からダッシュしようと思います。できる回数がゼロになっちゃいました。ノーマルハードはまだいけないんですけど、イージーはね、今の感じでもかなりいけてるのかなと思ったので、
もう次に行くときは必ず倒して、追加のアテナもなかったので追加のアテナももらおうと思います。やっちゃったこれあ、まあ私っぽいですよね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録と高評価コメントお待ちしてます。それではまた See you!